M1 チップ搭載の MacBook Air が届いたので、ちょっと開けてみました。で、この MacBook Air は、サブ機として使おうかなと思って買ったんですけど、事前のベンチマークスコアとか出た時に、かなり評判というか、性能がかなりいいみたいなので、もしかしたら動画編集とかもできちゃうんじゃないかと思って、今使っている MacBook Pro 16インチと、iMac と、この MacBook Air をちょっと比較してみようかなと思いました。で、MacBook Pro 16インチ、これが、MacBook Pro 16インチなんですけど、これは2019年か2020年あたりの、そのあたりに購入したもので、ストレージ以外、MAX の構成になっています。で、iMac の方も、これですね、iMac の方も2019年末に買って、ストレージ以外は全部上げて買っています。で、ちょうど1年前のものなので、これらを、Premiere Pro で、同じ動画を書き出そうと思います。で、書き出す時のスピードを今回ちょっと比較してみようかなと思っています。スペックの詳細は概要欄に書いておくので見てみてください。あと、OS が MacBook Air Big Sur 入ってるんですけど、こちらは MacBook Pro と iMac は1個前の OS10 の方が入っていて、今回上げて比較してもよかったんですけど、若干まだビッグサーの方がなんか動かないアプリがあるとか、なんか文鎮化するとか、なんかいろいろ噂があるので、ちょっとそこは心配なので、一旦この今までの状態と新しい MacBook Air で、比較したいと思います。で、書き出すのは、30分ぐらいの、動画を出すので、それぞれ何分かかるかっていうのをやってみたいと思います。まずは MacBook Air から書き出そうと思います。動画は、先日のすごい長い徳島旅行の時の動画です。30分ぐらいあったような気がします。書き出します。ですね。書き出しの設定はこんな感じですね。なんか詳しい細かいことはしません。プリセットでやります。で、書き出しをします。で、開始をします。ちょっとこれを放置しておきます。あと1分ぐらいですね。はい、書き出し完了。成功しました。1時間4分かかりましたね。なので、これをベースに iMac と MacBook Pro をやってみたいと思います。MacBook Pro の方が、先に書き出しが終わって、今 iMac がそろそろ終わりそうです。で、MacBook Pro の方は、39分ぐらいですかね。で、書き出しできました。で、iMac はこちらですね。47分です。なので、一番早かったのが、MacBook Pro の、16インチ。が39分、約40分ですね。で、iMac が次に早くて47分で、最後に MacBook Air が約1時間です。なので、さすがにちょっとMacBook Air はこの2つには勝てなかったんですけど、かなり早いなと思いました。で、今のこの Premiere Pro は多分ロゼッタ2っていうのかな、インテルの CPU で動いているアプリを今の M1 チップが搭載している Mac でも動くようにできるのがロゼッタ2っていうのかな、なので、これがもしそのネイティブの、ユニバーサルアプリかな、ユニバーサルアプリって言うんですよね、確かね。それになった時にどれだけもっと速くなるかっていうのがちょっと気になるところです。多分かなり速くなるので、おそらくこれを超えちゃうんじゃないかなと思うので、Adobe さんに早いところネイティブのアプリを作ってもらいたいなっていう感じですね。